きみこさんトークショー市川團十郎。母と娘のトークショー。市川團十郎さんの妹の市川水仙さんが2023年8月12日にブログを更新した。水仙さんは毎日暑いですね。またまたご無沙汰してしまいました。昨日から松本に来ております。先週は小松におりまして、焦げてしまいそうに暑かったです。それに比べますと松本は日中は暑いですが、夜の過ごしやすいこと。久しぶりの熟睡。さて本日は松本にて母の着物トークイベントです。私は司会を仰せつかりまして、和服の魅力をお伝えできればと思いますと綴ったブログ読者からは、親子トーク楽しみですね、優しい時間が流れますね、楽しみにしております、よろしくお願いいたします、インスタライブで拝見拝聴できるのは嬉しい限りです、などの声が寄せられている。和服の魅力伝えます。市川團十郎。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。